トロント市電はカナダのオンタリオ州の都市トロントにてトロント交通局により運行されている路面電車であるトロントストリートカーとも言われる総延長 83km に及び北米では最大規模の路面電車もとなっている専用軌道を走るハーバーフロント線の超低床電車 504A 系統専用軌道を走るハーバーフロント線510系統 地下駅となるスパダイナ駅512系統専用軌道線とクレア線を走る路面電車地下駅にあるクイーンズキー駅の地上出入口1861年に馬車鉄道として最初の路線が開通路線の大半が道路との併用軌道となっているが近年は一部で専用軌道も整備されているほか一部区間では地下鉄となり地下駅も設定されている 総延長 82km、線路総延長 304.6km、年間利用客数は9576万1000人と、北米の路面電車、ライトレールの輸送人員としては、最大規模となっている。トロント交通局としては1921年から、運行を開始した。第二次世界大戦後北米の多くの都市では、路面電車が縮小、廃止され、 バス路線に置き換えられていったが、トロント市は市電の維持を進めたために、現在でも北米では異例の大規模な路面電車網となっている。その後1966年には地下鉄の開業等により1980年までに全路線の廃止が計画されたものの、市民の反対により廃止が撤回された。1990年には路線の延伸が行われ、一部を 地下の専用軌道を走る604ハーバーフロント線が開業した。1997年には510スパダイナ線が平用軌道から専用軌道路線として再開業。その後21世紀に入り施設の老朽化が進み、一部路線の撤廃と路線の再付設さらに終電装置がトロリーポール方式からパンタグラフへの転換が行われており、 2020年までには全路線で完了する予定である。2010年には512セントクレア線が専用軌道化された。2014年にはトロント市電としては初の超低昇電車による新車用フレキシティの導入が行われた。いくつかの路線は近く間と専用軌道を持つ LRT となっているが、トロント市電は LRT 路線としては扱われない場合が多い。 期間は標準軌道より少し広い 1495mm でトロントゲージとも呼ばれている。重路線 82km、線路総延長は 304.6km に達する。運行中の路線は以下のようになる。総延長 24.43km、1875年に開業、24時間運行が行われている。 総延長 9.38km 総延長 8.97km 系統 504A が総延長 10.39km 系統504バイトが総延長 9.61km 最も利用客数が多い路線で 504A と504バイトの2系統に分かれているキングストリート沿いの区間がトランジットモール化される予定である 2012年から 504A の一部区間の専用軌道化が進められている。総延長 10.74km 総延長 14.82km。1886年開業。24時間運行が行われている。総延長 4.65km。1990年に開業。当初は専用軌道と 700m の近く間を持つ604。 ハーバーフラント LRT 路線として開通した。その後2012年には一部区間が510、スパダイナ線区間と統合された。2017年にはトロント市電の路線としては最初に終電装置がトロリーポール方式からパンタグラフへの転換が完了した。総延長 6.17km。1878年に開業。地下鉄1号線。 2号線のスパダイナ駅を起点に、鉄道駅のユニオン駅まで運行。1997年には、専用軌道化が行われ、1990年に604、ハーバーフラント LRT として、LRT 路線化が行われた部分を含め、510、スパダイナ線となった。スパダイナ駅、クイーンズキー駅、ユニオン駅は、地下駅となっている。パンタグラフ化も完了。 1885年開通。総延長 6.47km。地下鉄2号線、ブロアダンホース線のバサースト駅に接続している。1913年に開通。総延長 7.01km。2010年に専用軌道化された。地下鉄、ヤングユニバーシティ線と交差するセントクレアウェスト駅は、地下駅となっており。 この部分の地下化は1978年に完成している。パンタグラフ化も完了。1977年に導入された CLRV、1987年に導入されたア r v に加え、2014年には超低床電車のフレキシティが導入されて2020年には全車両が置き換わる予定となっている。また、路線の再付設、パンタグラフ化の工事、 老朽化した CLRV とアルブの廃車とそれに代わる新型車両フレキシティの納入が間に合わないためにいくつかの路線ではバスによる代行運行が行われている。行く、いつかの路線では延伸や下記のような LRT 路線化の計画がある。ありがとうございます。